はい、こんにちは。今回のテーマは誤差です。基礎講座の位置づけで言うとここですね。これまでの内容とも関連しているので忘れちゃったところは復習をしながら進めていきましょう。ちなみに今回の誤差、教科書によってどこまで深く解説されているかが結構バラバラなんですね。今回この4つの誤差を押さえておけば大丈夫っていう問題を用意してあるので、ぜひ動画を見てポイントを押さえておいてください。それじゃあ早速問題の解説に入りましょう。それじゃあレベル1、一問一答からいきましょう。丸1番、計算や測定などによって得られる値と真の値との差、正解は誤差です。続いて丸2番、四捨五入などにより数値をある桁以内に収めることで生じる誤差、これは丸目誤差と言います。数値の下の方の桁を四捨五入したり切り捨てたりすることである桁以内に収めることを丸めると言ったりもするんですね。それによって生じる誤差なので丸目誤差というふうに呼ばれています。この後レベル2の問題で4種類の誤差が出てきますが、特に重要なものとしてまずは丸目誤差、これを押さえておいてください。それじゃあ続いてレベル2、練習問題に進みましょう。今回の練習問題は四角1番だけ、ここが理解できたら誤差については大丈夫です。じゃあ解説いきましょう。次の文章を読んで下の問いに答えようということで、早速文章を読んでいきます。コンピューターは限られたビット数でデータを扱うため、扱える値の範囲や精度には限りがある。そのため、計算中に下の表のような誤差が発生する時があるということで、今回押さえておきたい誤差について、名称と誤差の内容、そして具体例がまとめられています。じゃあ早速、カッコ1番、表の丸1から丸4に当てはまる誤差の名称を、下のあからえからそれぞれ選ぼうということで、誤差の内容をヒントにして、その名称を答えるという問題になっています。じゃあ上からいきましょうか。数値の下位の桁を切り捨て、切り上げ、または四捨五入するときに発生する誤差ですね。この誤差の名称を何て言うかというと、正解はこちら、負の丸目誤差と言います。これはさっき一問一答でも出てきた誤差ですね。続いて2つ目、絶対値の大きな値と小さい値で加減算をしても計算結果に反映されないような誤差、こちら正解は負の情報落ち誤差と言います。これちょっと文章だけだとどういう誤差なのかが分かりづらいので、この後カッコ2番で具体例を見てもらいながらもっと詳しく説明します。まずは誤差の名称を先に見ていっちゃいますね。というわけで丸3番、絶対値がほぼ等しい値を減算すると有効桁数が少なくなっちゃう、このような誤差のことをこちら、あの桁落ち誤差と言います。丸2番と名前が似てるんですけど、2つ目の方は絶対値が小さな値の情報が落ちちゃう、だから情報落ち誤差といって、3つ目は数値の有効桁数が落ちちゃうということで桁落ち誤差というふうに言われています。そして最後、演算回数が多い計算を途中で打ち切ることで生じる誤差、これはこちら、絵の打ち切り誤差と言います。じゃあ続いてカッコ2番いきましょう。表の丸5から丸8に当てはまる誤差の具体例を下のあからえからそれぞれ選ぼうということで、今度は誤差の具体例を答える問題です。まず丸1番の丸目誤差ですね。数値の下位の桁を切り捨て、切り上げ、または四捨五入しているというようなケースを考えるんですが、正解言っちゃうとこちら、あの十進数の 0.2 の値を小数点以下4桁までの2進数で表す、こちらが丸目誤差の具体例です。このあたりは文字だけだとどうしても分かりづらいので、こちらの図、基礎講座のホワイトボードを振り返りながら解説を進めていきますね。十進数の 0.2 を2進法の小数に変換した場合、このように 0.00110011 と永遠に続くような形になっちゃうんですね。前回不動小数点数の動画でも解説したように、仮数として扱える桁数には限りがあります。そこでこのようにある桁から下の数値は切り捨てたりして値を丸める必要が出てくるんですね。こうすることで真の値 0.2 とズレが生じてしまうというのが丸目誤差というものでした。じゃあ2つ目、情報落ち誤差いきましょう。絶対値の大きな値と小さな値で加減算をしているという具体例はこちら、絵の2進数の 1.0101×2 の1乗と同じく2進数の 1.1111×2 のマイナス5乗、これを足し算して仮数部が4桁の不動小数点数で表す、これが情報値誤差の具体例ですね。図で見てもらうとこちらです。でまずすみません、一番上の計算式のところ2のマイナス6乗となってるんですが、ここはマイナス5乗と読み替えてください。この2つの値を足し算するとき、まず指数の値を両方とも1
1乗に揃えるとこのような筆算で考えることができるんですが、絶対値が小さい値はこんな風に1の位がだいぶ右の方に寄ってしまうので、足し算をしても結果があまり変わらないというか、特に下の方を切り捨てちゃうと足し算をしても結果に反映されない、こんな現象が起きちゃうんですね。このことを情報落ち誤差と呼びます。じゃあ続いて ③番、絶対値がほぼ等しい値を減算すると有効桁数が少なくなるという桁落ち誤差の具体例です。正解はこちら、負のルート101引くルート100、これを計算して小数点以下8桁までの十進法で表す。このような計算をすると計算の仕方によっては桁落ち誤差が発生します。こちらの図を見てもらうと、まずルート101とルート100を小数点以下8桁の小数に変換してこれを引き算する。そして多数部と指数部を調整するとこのように 0.4987500×10 のマイナス1乗となって、この場合数値の有効桁数は5桁となりますよね。つまり引き算をする前は有効桁数が8桁あったのに、計算結果は5桁になっちゃってるというわけです。これを防ぐために今回の計算の場合はこんな工夫をすることができます。引き算をしないように式変形をして1割るルート101プラスルート100、このように変換すると計算結果としてこちら、有効数字8桁の小数を得ることができるということで、桁落ち誤差については場合によってはそれを防ぐような方法も考えられたりします。じゃあ最後⑤番、演算回数が多い計算を途中で打ち切る。この誤差の具体例は1+1^2^2+2^3^3^1ということで、こんな風に無限に続くような計算式があった時、計算をどこかで打ち切らなくちゃいけないんですけど、それによって生じる誤差がこの打ち切り誤差ですね。というわけでここまで4つの誤差の名称とそれがどんな時に発生するのか合わせて具体例をそれぞれ解説してきました。かなりパーッと振り返ってきちゃったので、ちょっとわからなかったって人は後で基礎講座の動画を見ておいてもらうといいと思います。じゃあ最後に3番見ていきましょう。十進数の 0.2、 この値を小数点以下4桁までの二進法で表した時の誤差の値を求めようということで、さっきの ②番で出てきたこの具体例の場合の丸目誤差の値、これを実際に求めてみようという問題です。こちらの問題はこの図を表示しながら解説をしていきますね。まず十進数の 0.2 を二進法に変換するとこのようになりました。なので小数点以下4桁までで表すとなると、こんな風に 0.0011 と表現することになります。その下の値は切り捨てるということで誤差が生じちゃうわけなんですけど、じゃあ 0.0011 これっていくつを表しているんだろうということで、これを十進数に戻してみます。この計算式のところに各桁の重みが青文字で書いてあるんですけど、小数第3位の重みが 0.125、 小数第4位の重みがそこから割るにして 0.0625 となるので、それにそれぞれ1をかけて足し合わせると結果は 0.1875 となります。なので表現したかった元の値 0.2 と変換後の値 0.1875、 この差を取ると結果は 0.0125、 これが丸目誤差の値3番の正解となります。実際のコンピューターではもっとたくさんの桁数が取られているので、こんなに大きな誤差は発生しないんですけど、どうしても扱える桁数には限度があるので誤差を完全に防ぐのは難しいということは頭に入れておいてください。というわけで今回の練習問題の解説はここまでです。じゃあちょっと休憩を挟んで続いてレベル3入試問題にチャレンジをしてみましょう。はい、それじゃあレベル3入試問題に挑戦ということで、今回解説するのはこちら、慶応義塾大学の総合政策学部で2022年に出題された問題ということで、前回不動小数点数の動画で解説した問題の続きですね。前回は二進法表現及び十進法の表現による固定小数点数と不動小数点数の扱い、ここまでの問題を抜粋して解説したんですが、今回はその続き、誤差について述べた文章の空欄「き」から「と」、ここに入る最も適切な数字を回答欄にマークしようということですね。念のため正し書きのところ改めて確認しておきます。この問題で扱う不動小数点数は多数部が二進法または十進法で表現され、奇数部と指数部は十進法で表現されているものとすると、さらにその下計算機の処理では多数部や指数部は一定の桁数に制限されることが多い。ここでは説明のために小数第3位まで使えるものとして、指数部は -63 から64の範囲を扱えるものとして
しようと。また受信法を二進法に変換する場合には正規化表現にした後で小数第4位以下は切り捨てるものとするということで、前回はこの十進法の 2.2×10 の1乗、この値を不動小数点数で表したというところまで解説しました。今回はこの続きなんですが、またホワイトボードを使って実際に解きながら解説を進めていきたいと思います。前回の動画で十進法の 2.2×10 の1乗、つまり22を二進法の不動小数点数で表現するとこのようになるということで、こんな解き方で解説をしました。これを踏まえて続き見てみると、十進法で 2.3×10 の1乗は仮数部の小数第4位以下が切り捨てられるため、上で出てきた 2.2×10 の1乗と同じようにこのような形に変換されてしまうということで、変換後の2つの形見比べてみると両方とも同じ木からさという名前の空欄になってますね。でその先もう違う話題に移っちゃってるんですけど、念のためここのところ何を言おうとしているのかというのを前回の解き方を振り返りながら簡単に解説しておきますね。まず十進数の22を二進数の不動小数点数にしたいということで、まず最初のステップで二進数に変換しました。次にこの10110に ×2 の0乗をつけて不動小数点数にする。そしたら小数点を4つ左に移動して正規化をするというのが前回解説した内容です。この計算を 2.3×10 の1乗、つまり23の場合で行うとどうなるかというと、二進数に変換した時にさっきと違うのは22から1増えるだけなので、ここの青文字の部分が0から1に変わるだけです。なので変換後の二進数は10111になると、ここが変わるわけですね。なのでこれに2の0乗をつけて小数点を4つ左に移動する。そうするとこの形になるんですが、今回の問題は正規化した後小数第4位を切り捨てるということを行うので、切り捨てた結果 1.011×2 の4乗ということで、結果的に前回と全く同じ数値になっちゃうんですね。なので十進数を二進数に変換すると誤差が生じてしまう可能性がある、そんなことを伝えようとしている問題ですね。ちなみにこの誤差の名前答えられますか？これは解の桁を切り捨てなので丸め誤差ですよね。そんなところも確認しつつ続きの問題に行きましょう。次に2つの不動小数点数の加算を考えるということで、二進数の 1.110×2 の5乗足す 1.010×2 の4乗、これを計算しようと。ただ指数部分が異なるとそのままでは仮数部同士を加算できないので、指数部分を大きな方に合わせると次のようになるということで、指数部分が大きいのは2の5乗ですよね。なので 1.110×2の5乗足す 0.101×2 の5乗となっていて、右側の数値小数点を1つ左にずらすことで指数を2の5乗に調整しています。そしてこの仮数部を加算するとどうなるかということで、これは基本的な二進数の足し算の問題ですね。指数部を合わせたので、このように縦に書き並べてそれぞれの桁ごとに足し算をしていきます。まず0足す1は1です。1足す0も1、1たす1は2になるので繰り上がって10、1たす1はまた10です。最後に繰り上がりの1を下ろします。というわけで指数辺整相他のところは 10.011、 これが正解となります。続いてこの値を正規化表現にする場合、小数第4位以下が切り捨てられることに注意するとこれが得られるということで、さっきの問題の答え 10.011×2 の5乗を正規化する、これはこのように小数点を移動して1点いくつの形にすると。で今元の値から小数点を1つ左に移したので指数の値はプラス1ということで6になります。そして今回の問題では正規化した値に対して小数第4位を切り捨てるという条件があったので、この場合ここの1が切り捨てられて、ここの回答欄に入るのは001と6、これが正解です。そして最後まで問題文確認しておくと、以上が計算機内部での不動小数点演算の基本的な処理手順であると、また最後の正規化表現にする部分で誤差が生じていることがわかるということで、正規化表現をするときに1を切り捨てているので誤差が生じてしまっているよというのを解説してくれていますね。
というわけで、前回と今回で解説した慶應義塾大学の入試問題では、浮動小数点数の扱いや誤差の問題について解説をしました。難易度としては結構高めの問題なので、まずは説明を聞いてもらって理解できれば OK。 で、次同じような問題を見た時に自力で解けるようになっていれば大丈夫かなと思います。というわけで、二進数や十進数の計算問題はここで一区切りですね。次回からは文字や音、そして画像などのデジタルデータに関する問題にチャレンジしていくので、ぜひチャンネル登録をして楽しみに待っていてください。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。